ドライブグリーンハイウェイは日本の川崎汽船が運行するパナマ線席の自動車運搬船である。全長は約200メートル、車両席最大数は約7500台で、2016年の竣工当時における自動車運搬船としては世界最大級。数々の環境先進技術を導入し、2016年にはシップ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。 川崎汽船では、省エネルギーと環境保全を追い求めたドライブグリーンプロジェクトを立案。2015年から2017年にかけて7500台積載の自動車運搬船10隻を建造した。そのうちの3隻目となる元船は、造船会社や白用機器メーカーの技術を結集し、数々の環境先進技術が導入された。排出ガスのうち、 窒素酸化物の低減には軽油に30から40%の水を添加するエマルジョン燃料と排気再循環の技術が取り入れられた。水分の蒸発とエンジンの燃焼空気に二酸化炭素が混入することによりシリンダ内の燃焼温度を下げ窒素酸化物の発生を抑制する効果がある。硫黄酸化物の低減には三菱重工業と三菱化工機が共同開発した SOX スクラバーが導入された。煙突下部に設置された装置で排気に真水、または海水を吹き付けることにより、脱流、除菌を行う。洗浄済みの排水は、水酸化ナトリウムで中和して排出し、スラッジはタンクコンテナに収容される。採取した海水を使用するオープンループモードと、真、ま、水を使用して、洗浄、中和後に循環使用するクローズドループモードがあり、 高校海域の海水の正常により使い分けられる。国際海事機関の海洋環境保護委員会において、2020年1月1日以降、原則として、排出規制海域を除く、全海域で、船舶燃料に含まれる、硫黄分の規制が3.5%から0.5%に、強化される。条約締結国の承認を受けた、硫黄酸化物排出低減の実効性のある装置を、 搭載することで高価な低用燃料に変えて従来同林用分3.5%までの燃料を使用することができる。本システムは全赤国であるパナマの承認を受け、本船に初めて搭載された。本システムは ISO コンテナに収納して運用することが可能で、船内空間の有効活用や偽装機関の短縮、多船への乗せ替えが可能である特徴を有する。 経流施設の制約から、全長は従来線の200メートルより大型化できず、海面港も名古屋港の名港トリトンの桁下高の関係で約38メートルの制約が設けられている。ところが、パナマ運河の拡幅事業で従来の32.2メートルから37.5メートルまで広げることが可能になった。このため、積み荷の自動車の最大積載台数は、 従来の6000台から7500台まで増やすことができた。燃料消費量は従来線と同等で、積載車両1台あたりの燃費が向上することになる。船内の貨物デッキ船底側から1から12番デッキの12層、最上部のガレージデッキを含めると13層からなり、総床面積は東京ドーム約5つ分に相当する67000平方メートルに及ぶ。4、6、 8番デッキは積み荷に応じて高さが可変な構造になっている。線尾のランプウェイに直結する5番デッキは最大高さ5.8メートルが確保され、床面の強度も1.5倍に高められている。当初から鉄道車両や建設機械の積載を想定しており、線尾の積載口の幅は従来の1.5倍の12メートルに広げられた。最上部の看板には、 ソーラーフロンティア製の912枚のソーラーパネルを設置。最大1 5 0ット h の発電能力があり、甲板の LED 照明や乗組員の生活空間に供給する電力は太陽光発電で賄われる。ソーラーフロンティアによると、船舶向け太陽光発電システムとしては世界最大規模であるという、船舶用水耕栽培装置を搭載し、 公開中の乗組員に新鮮な野菜を提供することも可能である。選手は風の抵抗を軽減するデザインが採用され、船底塗料には低摩擦タイプが使用された。高効率スクリュープロペラの採用や、ポンプやファンのインバータ化により、さらなる省エネエルギー化が実現し、従来の同型船舶に比べて、輸送車両1台あたりの排出量は二酸化炭素25%以上。 窒素酸化物50%以上、硫黄酸化物では90%以上の削減が可能である。2016年2月9日に、建造を担当した熊本県玉名郡長洲町のジャパン・マリンユナイテッド有明事業所から川崎汽船に引き渡された後に2月12日、13日に横浜港大桟橋でお披露目式と見学会が行われた。 その後徳山九田松港でイギリスの高速鉄道向け車両を積み込み、東張間港、横浜港、日立中港、豊橋港、名古屋港に寄港し、スエズ運河経由でヨーロッパへ向かった。ありがとうございます。